ディーン・アーノルド・コールはアメリカ合衆国テキサス州ヒューストンに在住していた電気技師シリアルキラー。講述する大量殺人事件の主犯とされており共犯者に殺害された。1970年から1973年までに少なくとも28人の10代の少年や若者を誘拐し、強姦し、拷問して殺害したシリアルキラー。 デイビッド・オウェン・ブルックスとエルマー・ウェイン・ヘンリーという二人の従来の共犯者が加わっていた。共犯者であるヘンリーがコールを射殺した後、この事件が発覚し、後にヒューストンの大量殺人として知られるようになった。発覚後、これらの事件はアメリカ史上最悪の連続殺人の例とみなされるようになった。被害者は外資手パーティや送迎の提供によって、 1970年から1973年までに、コールが居住していた一連の住所まで誘い込まれた。その後暴力か疑瞞のいずれかによって拘束されたとされ、それぞれ考察かもしくは22口径のピストルで射殺された。コールと共犯者は17人の被害者の遺体を借りた、ボート小屋に隠し、4人の遺体をサムレーバーアンコ付近の森林に埋め、1人の遺体を ジェファーソン軍にある砂浜に埋め、さらに少なくとも6人の遺体をボリーバー半島の砂浜に埋めた。ブルックスとヘンリーはコールへの助力と複数回に及ぶ誘拐と殺人を自白したため、その後の裁判で両者とも事実上の終身刑の判決が下された。コールは家族と共にヒューストンハイツでキャンディ工場を所有、経営しており、コールは 地域の子供たちに無料でキャンディを与えていたことから、キャンディマニア、笛吹き男の名でも知られるようになった。ありがとうございます。